はい、2873回始めます。6月7日金曜日入ったところですね。明るくなってきた。あの先週ね、東京のね千代田区にあるのかな、あれ靖国神社に中国人と思われる、若い人がね、靖国神社の石柱、石の柱に、おしっこして、さらに赤いスプレーでトイレって書いたと。で、その直後、5時間後ぐらいに日本出国して中国に戻ったというお話やりましたね。やったんだけど、その続報ね、続報。うん。その人に JNN が突撃インタビューみたいなのしてるんだね。靖国神社落書き事件。中国籍の落書き男が、取材に応じて持論を展開したということ。この呆れる言い訳聞いてみましょうよ。東京千代田区の靖国神社の石柱にスプレーで落書きされた事件で、中国籍の男が JNN のインタビューに応じて、福島第一原発の処理水ね、放出、海への放出をきっかけに、この落書きとか、靖国神社を貶めるような、ような行動ね、を計画したと、主張したと。これ、石柱にトイレって英語で落書きして、そこに放尿したっていうことだよね、この中国籍の男。で、落書きしたという中国籍の男。個人と故郷の利益と権利の、侵害されたのをやったと。あなたたちが初めて、あなたたちって日本人たちね、日本人たちが初めて、核汚水って書いてあるね。核汚水を排出したのを見たときに計画したと。中国国内で一部の国民から、愛国や、核汚染水反対などと言い、それが好きではないので、計画を惑うし、とにかく、福島原発の、処理水の海への放出、これ日本でも報道されるけど、中国および韓国でね、かなりこれ大きく取り上げられたんですよね。日本でいうとこの処理水ね、韓国とか中国では処理水なんて言ってないで核汚染水とか言ってるよね、この呼び名からしてまたね、間違ってる。日本も最初汚染水 なんて言ってたけど、途中から処理水に変わったよね、日本もね、放射性物質とか浴びてる水を海に垂れ流すことできなかったんで、それを一時的に貯めといて、貯蔵して、それを機械通して、汚染物質、放射性物質を取り除い、できるだけ取り除いた形で、海に放出を始めたと。ね、いつまでももう水、貯蔵できないから、スペースもないし。ね、やり出したんだけど、それに過剰反応してね、この中国、韓国あたりが。で、韓国はかなり、もうこれ取り下げたでしょ、反対の立場は、今中国だけじゃない、中国より香港とか、あと数カ国あるのか分かんないけど、ちょこっとね中国になびいてる国が、まだ反対の立場を取ってるかもしれないけど、ほんと凄まじいんだよね。地球を壊すなみたいなね、お前が言うかっていうね、中国、どの口が言ってんのって、中国人ね、本当に地球環境を汚染するだけ汚染してね、自然環境を破壊するだけ破壊してる中国人が、どの口が言ってんのって言いたくなるようなことなんだけど、中国としたらね、日本に対する、なんていうか、クレームのつけ方、文句つけようがないから、日本に。こういうところで文句つけることしかないんだよね。完全にこれ、中国共産党のプロパガンダに、国民がやられちゃってますよと、完全に洗脳されちゃってますよと。で、洗脳されきったこの一若者、中国人の一若造が日本にやってきて暴走しちゃったと、靖国におしっこして落書きしちゃったということですよ、この中国籍の男。これは私個人の行為だと、あなたたちに日本人、あと東京電力、日本政府に反対するべきで、で、あなたたちは日本人はね、東京電力やら日本政府に反対するべきで、深刻に反省すべきだ。これが私が日本人に、中国人みたいになっちゃったね、今。日本人民に言いたいことだと。自首するわけがない。何の罪で自首するんだと言ってるんだけど、このアホアホ中国人ね。もう、アポ。アポですよ、アポ。本当に。しょうがないね、これ。だってこいつ、自首するわけがない。何のために、何の罪で自首する必要があるんだって言ってんだけど、
これ靖国でそれ落学して5時間後に出国してんだから悪さしたっていう自覚があるからすぐ逃げてるんでしょと、ね、罪を犯したっていう自覚があるからこいつは逃げてるんであって、で何の罪に自首する必要があるんだって、悪さしたのは自覚してるんだよこいつ絶対、うん、ね、であと中国共産党のね、まあ、新聞やり報道なり見てもうプロパガンダに勝手に洗脳されちゃって、ね、日本政府および日本人に対して深刻に反省すべきだと、ね、地球を汚すなみたいなねことでしょ、うん、中国人には言われたくないよっていうね、本当にお前の国はもう土壌汚染だらけじゃないかと、黄砂をなんとかしてくれよって話だよ、お前のとこから黄砂がどんどん流れてくるんだよと、うん、砂漠破壊してね、うん、本当にもう二酸化炭素は出しまくるし、うん、海を汚染するしね、魚取りまくってもうね、あの水産資源は枯渇させるし、うん、どの口が言ってんだ中国人っていう話だけどいうことです。まあとにかくね、中国はね本当に中国人ね、まあこれが現実だから、私最近まあ海外旅行とか行ってないけど、よくね海外で本当中国人に出くわしてはね、こういう主張、まあ昔の日本の戦中の話かね、あの南京の虐殺の話とか、ね、昔こんな悪さしただろこんな悪さしただろみたいなね、いや俺に言われてもっていう、まずその前提がそれやってないしみたいなでっちゃげみたいなことで言われるのよ中国人から。本当にね怖いよね、教育っていうか国の洗脳っていうのは怖いよ。だからねこれ本当こうやって暴走するから、うん、これだからね中国およびあの朝鮮半島の方っていうのはね、心の奥底にこういう感情っていうのがある人たちだから、この付き合い方っていうのはね考えなきゃいけないと思うよ、うん、あの表、ね、一見ね、いや日本の文化好きです、日本のアニメ好きです、日本好きですっていう人も、あのちょっと一皮むいて二皮むいたらこれ出てくるから、この感情ね、だからあの朝鮮半島と中国人に対しては、やっぱり他のね国々の人とは付き合い方、うん、区別していった方がいいと思う。私はめんどくせえから、本当特に男、うん、めんどくせえから、はい、ということでね、靖国に放尿して落書きした男 JNN が突撃インタビューしましたということでね、うん、とにかく福島原発 の処理水の放出に対して相当、うん、中国人は勘違いして偏見持ってね、凄まじい勢いで日本人に対して恨み持ってるっていうこと、これは知っておいた方がいいと思います。はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。